ハシビロコウ、ハシビロコウ、ハシビロコウノトリ、ベイリーナイセップスレックスは、ペリカンメハシビロコウかハシビロコウ族に分類される、蝶類。本種のみで、ハシビロコウかハシビロコウ族を構成する。ウガンダ、コンゴ民主共和国、ザンビア、スーダン、タンザニア西部、中央アフリカ共和国、南スーダン、ルワンダ。大型の蝶類で、 頭頂までの高さは110から1 4 0トル、中には1 5 2トルに達するものもある。翼階長230から2 6 0トル。体重4から7ラム。オスは平均5 6ラムと、メース平均4 9ラムよりも大きい。灰色は青みがかった灰色で、背では緑色の光沢を帯びる。口頭に短い感がある。 巨大なくちばしを持ち、単光色に不規則な灰色の模様がある。くちばし盆長18.8から24センチメートル。和名は、くちばしの広い甲の鳥。英名のシュビルは、靴のようなくちばしを意味している。また、学名は、ラテン語で、クジラ頭の王様という意味。足は長く、不足裏長21.7から25.5センチメートル。 中視調は16.8から18.5センチメートル。詐欺類、甲の鳥類、ペリカン類に類似した形態、生態から分類には諸説あったが甲の鳥目に含める説が主流とされていた。骨格からペリカンに禁煙とする説もあったが、主流ではなかった。ハシビコ甲の分類には諸説あったが、伝統的には甲の鳥目の貝に分類されることが多い。 しかし、近年の DNA 分析による分類では、ペリカン類に近いことが分かってきた。その他、詐欺類に近いという説もある。夜行性で、昼間は、ヨッシやパピルスなどの草の間などで休む。単独で生活する。基本的には、単独行動を好む。頸部をすぼめながら飛翔する。羽ばたきの回数は1分間に150回と、鳥類の中では、 非常にゆっくりとしている。長い飛翔は稀だが、興奮した際には、元いた場所から100から500メートルほど飛ぶこともある。鳴管が退化しており泣くことは少ないが、くちばしを打ち鳴らしたり、クラッタリング飛翔中に泣くこともある。禁煙種のコウノトリと同じく滅多に泣かず、クラッタリングという行為をする。くちばしを叩き合わせるように激しく開閉して、音を出す行動で、 ディスプレイや仲間との合図に用いられる。また、首を振りよう辞儀をする様は相手に対する親愛を意味しているという。ゆったりとした動きで、しばしば彫像のように動きを止めるため、動かない鳥として知られる。食生は主に魚食性で、廃魚のほか、ポリプテルスセネガルス、ティラピア、ナマズなどを食べる。カエル、水生の蛇、ナイルオトカゲ、ワニの子供など、湿地に住む、 脊椎動物を食べることもある。くちばしを下方へ向けたまま直立して動かずに、足元を通りかかった獲物を頸部を伸ばしくちばしで、加えて捕食する。捕らえた獲物はくちばしを動かして破砕する。獲物を狙うときは、じっとして動かず、これは、大きな図体で動き回り魚に警戒感を起こさせることを避けるためと考えられる。大型の廃魚などを好み。 灰魚が空気を吸いに水面に浮かび上がる隙を見て、素早く、くちばしで捕まえ丸呑みする。消化には、数時間を要し、その作業に、それなりのエネルギーが費やされる。カバが、水中にいる際に魚を水面に降りやることがあり、その行動が来せずして、餌を取ろうと水辺に立つハシビロコウのためになることがある。草の間に、水生植物を積み上げた。 三座の直径が1メートルに達する巣を作る。ペアの間では、クラッタリングやお辞儀のようなディスプレイを行う。1から2個、3個の霊もあるの卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は約30日。生後3年で成熟する。農地開発や牧草地への転換などによる生息地の破壊、石油採掘や農薬、比較廃液などによる、 水質汚染、家畜に踏みつけられることによる巣の破壊、食用、卵やヒナも含めた飼育目的の狩猟、捕獲なにより生息数は減少している。1987年にワシントン条約付属書 E に掲載されている。生息数は1997年に12000から15000はとする報告例があるが、2002年には5000から8000は、 2006年には1万羽以下とする報告例もある。2013年現在、飼育か繁殖例は2008年ので生まれたオスとメスと2009年にで生まれたメスの2例に限られる。実際の寿命は解明されていないが、高齢になるに従い、瞳の色が金から青に変化する。伊豆シャボテン公園で飼育されているオスのビルは進化生物学研究所において、 約10年飼育された後、1981年に来園し、推定年齢43歳以上2013年時点と国内で最も長寿のハシビロコウ。国内で唯一話し飼いにされている。性格が攻撃的であり、動物園などでは一つの長者に複数の個体を入れおくと、互いに激しくつつきあって喧嘩をする。さらに人間による 飼育期間が長くなるほど攻撃性が高まる傾向がある。このため人の手による繁殖は非常に難しく世界的にも手詰まりの状態にある。しかし動物園などでは餌をくれる飼育員にお辞儀をすることもあるなど人間を信頼している傾向も見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。